能力の脳に行きます。カタカナのムを書きますね。まあ、だいたい同じかちょっと下の方が短めです。で、この中心を守って月を書きますね。右の方をやや長くして抜きます。で、ここを2等分しますが、この線が半分よりも下に来る感じ。あんまり上に2つの2本の線をくっつけない方がいいです。そしたら、まあこの交わったあたりから火を書きますが、2つ同じぐらいの大きさですね。じゃあ横に持っていったら、この縦横、まあこれも大体同じぐらいです。上に抜きます。横を書いたら上と同じぐらいの大きさで、縦も書いたら横が同じぐらいの大きさで上に抜きます。